でも、おい、わらわら。大変パラシュートできるいや、と思っ今、たんだパけラど。シュート開くかなって思ったんだけど。なんかもう、両普通腕に。バッテン印に組んでさ、なんかもう自殺してる人みたいな感じの格好だっ不良たんだよ。品だったんでしょ、適当。いやいやいや、せっかく今頑張ったのに。はあ。なんだっけ、ここ。潜水ここ、艦だ、潜水そう艦だ。だ。もちょっとさ、もうめんどくさいから爆破ドローンでやろう。というか、う。迫撃砲呼んじゃおう。どれだ？それだわ。あ、まず、見つけないといけない。なるほど。まだ見つけてすらいなかったら。そうだ、最小限のキルトで収めて、見つけたら C4 ペタペタで退却だ。サブマシンガンを持ったやつを見つけた。二人目のターゲッおお、いトるだ。な。潜水艦。ここのどっかにはある。わからんな。多分この辺じゃないかな。まあ怪しいな、その辺で言うの。こいつやっとこうか。悪党が一人減った。どこだ、潜水艦。おっ、あぶねえ。はい、声がする。どこ？いた。こういうところ端っこにあったりして、あ、登れない。迫撃砲だな、最高だ。ないな、ボートしかない。どこだ？となると敵が密集してる向こう側か。ああ、こんなとこにある？ああ、この辺の敵の怪しい奥の建物じゃないか。この建物めっちゃ怪しいな。あ、迫撃来る。で、こっちから侵入するか。あれ、侵入口がない。登れない。どっか登れるところあった。入り口ないから回ってくるしかないわ。そういう系。あれ、でも俺なんもない。入り口がないぞ、この小屋の。ああ、そういうこと。入り口あるじゃねえかお前。あ、あった。何を言ってる。あ、あった。え、こんなちっちゃい入り口。これ乗って先にどっかに行けないのか。行けないのか。 C4 ペタペタしよう。ポイ。C4 設置完了。またやって。 OK。 見事だったわ。潜水艦を潰したことで輸送量が3分の1は減った。盗んだ機器とエルセレブロのプロトタイプの情報は
エルセレブロはかなりの距離を移動できる潜水艦を作ろうとしていたみたいね。全く検知されずにヨーロッパまで行けるような船よ。そう、まずいな。いい知らせもあるわよ。エルセレブロの手がかりをつかんだの。あなたたちの入手した情報で全てがつながった。よし、そのマッドサイエンティストの居場所は分かってるのか。いいえ、やつのセキュリティは固い。隠れ家はいくつもあるし、続けて同じところに滞在することはまずない。だけど雑務をこなす助手がいる。そいつは通話から位置を特定することができたわ。その助手をつけて案内してもらおうってわけか。その通り、データを送るわ。潜水艦を破壊。よし、これ取りに行こう。アサルトライフル。オッケー。で、ちょっとボートがあったから。退却。あ、このボートはいいボートだ。またヘリなんて乗りやがって。いやー、このスタートのボート最高だな。あー、でもここ乗り越えられないかも。あ、やべ。え、あぶねー、ま、くっそ。カルテル。ボガン。ボガン。あ、この武器は何も。ナイスピリオのボート。ナイスボート。よし。テルミットの武器。あ、それテルミットの武器か。そう。ここにカルテルさんがいないってことは上にいるのか。一旦偵察。これで集め終わりか。で、お前の方に警戒してるぞ、こっちの敵がみんな。めっちゃ見られてる。やべやべやべ。おまけに物資が。降りてこい、この野郎。やだ。ここで降りたらやばいだろ。いてて、死ぬ死ぬ。はよ。待って、まだ回収してない。あと、ここに物資もあるから。降りてこい。いや、あー、車両来てる。しょうがねえな。え、そんな降り方。そのボディープレス。よし、やっと一人倒した。けこんなところに物資が。マーク。よし、反乱軍に後で回収してもらう。だね、俺たちはビールの時間だ。何このスタジオまがい死体処理場は。よっしゃ。で、回収回収。ん？あ、こんな離れの小屋に。そうそうそう。見ろ、武器ケースだ。ゲット。よし。使ってみる。あとはもうストーリー。ストーリータイム。おしまいじゃないか。キングマーク。エルセレブロの助手の居場所が分かったわ。本人を捕まえる手がかりになるに違いない。助手を見つけてエルセレブロを確保して。助手を確保。到達。気づかれずに。気づかれずに。一番苦手なやつだろ。あ、ユニカスラ基地。もしもし。どすこい。ダイナミックやつ。あー、ヘリが助手の元に落ちていく。これで助手死んだら面白すぎるね。それはある意味神業だよ、それは。ほんとさて、俺はなかなかいい場所を降りたんじゃないか。よし、降りた。まずは偵察と。新たな敵を発見。助手を発見。助手いた。発見。あれ？助手一人しかいない。おらんぞ。ほう。
ハロー助手。え、何してんねん。あ、何確保したらダメなのこれ。助手尾行ね。オッケー尾行。とんでもねえとこ、ジャングルから助手の目の前にジャングルからリスポーンしたんだけど、それは助手か。助手カルテル引いてったぞ。あ、車乗ったもしかして助手。クソが、うん、お前気づかれてんじゃん。サブレサーついてる、そのスナイパー。俺何もやってねえ。今銃声がしたけど。敵。あ、敵か。楽に助手とか書いておくとか。助手に気づかれたらダメなんじゃなくて、カルテルもダメなの。カルテルの銃声で今助手気づかれたの。カルテル。いや、あるもんね。なんかコンピューターのせいでミッション失敗とか前に何回かあったの。うん、結構ある。ただちょっと俺もヘリ呼んで。そっちに湧くか。その方が楽だ。助手はもう見つけたことになってるから、あとはとにかく追えばいいんだ。うん、あー、ユニダット来た。ちょっと待って、スルーして。ユニカス。おい、ちょっと冗談じゃない。なんでだ。なんでさ、俺ヘリ要請したらめっちゃど真ん中に湧くの、敵の。あれ、助手の目の前に湧いてるけど、ヘリコプター。ひでえ。ちょっとね、助手、あ、助手今移動してるね。このヘリ乗れ、このヘリ。おう、あ、バレるバレるバレる。これよくプロペラ生きてるな。超当たってる。ああ、助手どうだ今、動きあるか。まず助手を見つけたって。はい、おーい。あ、謎タイミングでプロペラがいった。いや、多分ね、俺も助手見つけようとしてドローン出すじゃん。はい、羽に当たった。待てよ、ドローンで。ドローン準備完了。助手を発見。いた。セレブロのところまで案内してもらう。フォローする。で、ちょっと道路側に。最悪あのトラックで追えればいいから。ほう。サブマシンが思ったターゲットがいる。あ、トラックって言ってもこれ農業用トラックだ。トラクターだ。それダメだろう。俺が運転する。大丈夫大丈夫。まだ歩いてるね。ちょっと、うん、キル気をつけて。あー、警戒してる。キルせんといて。今の腰ダメが悪い。腰ダメで撃つなと何回も言ってるだろ。あ、これ敵の配置が変わってる。助手を発見。エルセレブロのところまで案内してもらう。殺すなよ。ここの車に乗ろう。あ、移動し始めた。乗って乗って。気づかれた。助手が逃げるぞ。助手こっちに来るんかい。そう、助手、この助手一人にこんだけかかるとは。いや、ジェンセンもなかなかだった、ね。いや、まあ、ジェンセンは腕ビヨンだから。ここの畑に止めてちょうだい。ここで今まず助手の場所を見つけるから。オッケー、助手を発見。発見。オッケー、あとは乗ろう。これまで案内してもらう。殺すなよ。乗った。 300m ぐらい距離を保つ。あ、300全然300じゃないけど、まあいいか。 100m ぐらいだね、あとは。うん、待て、警戒されてる。
あ、そう、いといとい。ユニダットがいるね、気をつけて。左の川の方に接近しよう。うん、こっち行くか。ちょっと10秒間ぐらい。オッケー。よし。よし、真下にバトルハインドがある。いいなぁ。あ、危ない。危な。これで助手を吹っ飛ばしてやろうか。ははは。待って、待って。接近しすぎ。この辺大丈夫。よし。むしろこっちを怪しんでほしいな、助手。こんな、ねえ、真上に並走するヘリなんていないと思ったけど。あれでしょ、あの助手よくテレビとかでヘリから中継してるやつ。現場からの中継ですじゃねえぞこれ。現場からの中継。現在助手はとか。現在助手はどこどこへ向かってんの、どこへ向かってんのか知らないから尾行してる。さてと、手間かけさせやがって部長衆。なんてよ、電波障害だ。ここ信号が悪い。始まった。ジャミングされてる。セレブロを確保だから、へまったら逃げていくパターンだ。だよね。サブマシンが思ったやつを見つけた。あ、真下2人いる。この2人やるわ。あ、いた、セレブロいた。あ、いる。待って、あ、もうこっち連れてくっかな。バレるバレる。危ねえ。あと中見てみるわ。あ、セレブロしかいない。持ってくるわ。綺麗じゃないとダメだ。操縦士たちは息の吸い確保。協力してくれれば悪いよな。恥ずが興奮するのも分かってもらえるだろう。これは憂慮すべき展開。憂慮すべき展開。お前は助手よりザルだな。サンタブランカに協力してるようには見えないな。ってことはアメリカ政府の人間だ。ってことは俺の計画がこれから大幅に狂うってことだよな。そうだろうな。まあ想定内だけどな。対応策は用意してある。数週間前に、数ヶ月前か、有事作戦アルファ Z984 を発動すればいい。それで？もちろん優秀な兵隊さんたちの要望には全て応えるつもりですよ。少なくとも今は自分の生存確率を上げつつ、どの計画で逃亡を実行できるか考えるとする。お前とは仲良くやれそうだな。ジオラで何言ってんだが。はい、乗って。はい、よし、退却。めっちゃ怯えてるけど、あんな偉そうなこと。ユニダットいるよ、コード上げて。ユニカース。だよな、俺のことをいつも心配してる。自覚してないかもしれないけど、やっぱり早く戻った方がいい。後ろから出られるかな。それはやめとけ。でももう少しで分かるんだ。海底がどんだけ寒いか知ってるか。化学結合ヘリ落としてやる。オリビアならモノエタノーラーミンが簡単に見つかる。落ちるか。問題だ。当たんない。ミーガに電話してもいいか。忙しいかもしれないけど許してくれるはずだ。俺たち仲いいから。で、何の話だったっけ。アミン九州。いや違う、アミン九州には2部屋必要だ。人が入れなくなる。そうか。前にコロンビアの潜水艦の設計図で呼吸用のチューブが水面から出てるだけのがあった。温度はどうするんだって話だ。やっぱり解決策が浮かぶまでニディアには電話しない方がいいかな。何のこと言ってるのか。出てきてね。天才だって聞いたけど、こういう天才か。静かにしろ、歩け。そういう系だったな。そういう系の天才か。はい、ボーマン君だよ。なあ、ニディアンが探してるはずだ。ほう、そいつはちょうどいい。あんたはいい脳みそを持ってるって噂よね。これだけ深刻な状況になってるんだから、私の助けがいるってわかるでしょ。助けるわよ、協力すれば。その前に聞かせてもらうけどな、ここどこだと思ってんだ。
この辺の物はお前が父親の金玉にいた頃よりもっと昔からあって、お前が土に帰ってからも存在し続ける。わかるか？お前よりも仏の方が意義のある存在だ。お前のその偽善者ぶったドラッグ撲滅運動よりもな。で、ニディアのとこに行くのか？待ってんのか？あんた、これから牢屋にぶち込まれるのよ。そこで抱き枕としてネオナチに可愛がられるの。わかるわよね？そんなことに意味があると思ってるからダメなんだよ。レイプも、コカインも、殺人も、すべて無意味だ。野生のジャガーが自分の気持ちを自覚してると思うか？殺されるウサギが神のことを考えるか？なのに、お前はバカみたいに自分に言い聞かせてる。変えられるってな。無意味なのか、エルセレブロ。エルセレブロ？俺じゃない。セレブロならとっくの昔に逃げてるぞ。初めからいなかったみたいに影も形もない。人違いってどういうことだ？人違い。俺たちの情報はほとんどセレブロが仕込んだ。その間に逃げられたな。じゃあボーマンが話してるやつは？セレブロのトップ潜水艦デザイナーだ。つまりスケープゴートだな。おい、ずいぶんレベルの高い悪役だな。映像が来た。この道、カルテルの潜水艦隊は壊滅した。ニディアは解決策を思いついた。輸送車を。メキシコの出資者は金を求めている。これまでは人目を忍んで届けようとしてきた。こそこそしなくても強行突破すればいいじゃない。装甲車に重火器、複数のトラックに偵察用のヘリを使うの。それで170億ドル運ぶのよ。本気で言ってるのか？あの金を失えば一巻の終わりだ。俺たちが死んだらバレリアはどうなる？他に方法はないわ。ダメだ、それはできない。ねえボキータ、いい？私は聞いてるんじゃない、決めたの。で、その車列は誰が指揮するんだ？あなた以外に任せられる人はいない。生きて帰れなければ？私が絶対にそうさせない。エルセレブロは？ボーマンが奴の動向を追っているが、まだ手がかりはない。次へ進もう。こちらボーマン、情報が入ったわ。エルボキータがコアリで大きな動きを計画しているそうよ。内容は？ニディアとエルボキータはメキシコのサンタブランカの出資者たちに金を運ぼうと必死よ。機体大規模な出荷をするため車列を組んでるところ。これは最後の賭けよ。失敗すればエルスエーニョが黙っていない。車列の位置はどこなんだ？それは情報源から聞けてない。直接会って聞いてちょうだい。合流場所の情報を送るわ。了解、すぐ取り掛かる。エルボキータ。コアニ？コアニ？マップの左上。あ？コアニ地方にクエストが発生した。これ今までにクリアした地域になんか新しいの降ってきそうだな。そうだね。どうしよう、これ今やるべきかな。まあエルボキータってことは、ちょっと待ってね。違う、どれだっけ、これか。エルボキータ、エルボキータは、このゲーム難しすぎる。密輸か、密輸のボスだってことは、あの生産のボスは潰してるから、密輸のボスをこれで潰せるのかもしんない、うん、なるほど。じゃあちょっとコアに行くか。コアに、オッケー。コアにチャーリー行こう。